じゃあ、さっさと始めようよ。正則、お前を。さあ、デイブレイク対ブラックアウトの名古屋城決戦もいよいよ第4戦。ブラックアウトは2連勝、第3層へ進みます。迎え撃つはデイブレイク、影のプレーン、死者を操るキングオブデッド、伊崎正則。どうもどうも。対するはブラックアウトの守護神、みんなをまとめる完全無欠のガーディアン、セット、トマリちゃんだぞ。はっはっはっ、イッツショータイム。オーケーゴーゴー、止まってなんかやんない。誰が言った、つまんない言葉はくしゃくしゃに丸めて恋しちゃって大げさ始めよう。まだまだうつむいたままじゃ終われない、今未来をつかめはぎて。諦めるなんて到底生きるわけない Every day、 自分らしく Go on、 何回だってもう一回手向ける想い、誰にも僕らを止められない。夢を乗せて響いてファンファーレ、今始まるダンスター、こんなところで消耗する気？本気のファイトやったらヘロヘロになっちゃうじゃないの。一番リベンジしたい相手は誰？それにあいつのことは直々にちーっと懲らしめたいんじゃ。また無粋なことを。ブス！まあどうせ全員ぶっ倒すわけだし、誰が最初でも同じや。全力ブース、ちゃっちゃと終わらせましょう。ちょーちょーブース！いやさすがにそれは無理ない。うるせえ、悪の権限はこの私が打つ。はあ、そもそも全然印象に残ってないんだけど、トマリちゃん強かったっけ？めっちゃ強いし、あと私めっちゃラーメン食べれる。聞いてね。トマリなら心配は無用さ。おっ、サクさん、いつからいた？っていうか今までどこにいたのよ。前にさ、ある人物に頼まれて潜入中って言ったでしょ。うん、トマリに命じられて探ってたんだ、一連の騒動、その黒幕が一体誰なのかをね。全ての元凶はあいつ、旗を燃やしチームを潰す。デイブレイクでそれを始めたのはあの男だ。いや、デイブレイクだけじゃない、他でもいろいろやってるよね。何が目的なのお前。元凶とか言い方がトゲトゲしいな。俺はやり方を教えただけ、言うなればプロメテウス。
旗を燃やすくらいしないと誰も本気にならないじゃん。人は何かをかけなきゃ必死になれない。落ちて落ちて光も届かなくなった海深く、その深淵、どん底にある泥の中にこそ俺が見たいきらめきはあるのよ。そんな手前勝手な欲望のために、うちの子たちを泣かせたこと、しっかり後悔させてやるから。へえ、ザクサの分までぶっ倒してあげる。さあ始めましょうか。スタンドアップバンガード、ライド怨念鎖のスキル発動。いいね、がぜん楽しくなってきましたね。私のターン、キルナブルーにライド。こっちは本気だから、マジでやらなきゃ負けるわよ。ギャラクトラズをセット。マジになったところで私が勝つけどね。言うね。ターンエンド。ライド、ヘンドリーナをコール。スキルで山札を上から3枚捨てる。俺はさ、どん底まで落ちた人間が本当の姿をさらけ出す瞬間、それが見たいんだよ。それだけ？それだけのために戦う俺を今まで誰一人として止められなかった。さあ俺の存在を、俺という人間の在り方を否定してみせてよ。その口閉じてな、舌噛むよ。私のターン、リサットピンクにライド。スキル発動、相手の手札を1枚収容。さらにシュバルスタッドのスキル、ヘンドリーナを収容。へえ。銀河中央監獄へいらっしゃい。ペリオターコイズをコール、アタック。ガード。空気もなければぬくもりもない、楽しい楽しいテーマパークよ。檻の中で悔い改めなさい。アタック。ターンエンド。ペリオターコイズは収容から出たカードを弱体化させる。いやらしい戦い方ね。お互い様でしょ。分かってますね。カイユの高齢術師ドルガにライド、ソウルブラスト。人は理性という檻の中へ本性を閉じ込めようとするけど、収容されたヘンドリーナをコール。スキルで山札を上から3枚捨てる。あらら、ついてない。お目当てのカードは出なかった？まあいいや。もう一つのスキルでヘンドリーナを退却。魔合成した時コストのソウルブラストをなくす。面白いユニットね。もっと面白くなるよ。呪われし魂をしよう。ドロップの霊体凝縮を魔合成。魔合成、これで強力なオーダー効果を続けて使えるようになるわけか。その通り。さあ行くよ。呪われし魂の効果で2枚コール。霊体凝縮の効果でドロップからコール。ドロップの方向の極流のスキル、オーダーを使った時ドロップからコール。しかも魔合成したことによりパワープラス1番、クリティカルプラス1。さらにゾルガのスキルでドロップからコール。美しい。手札をほとんど使わずに全面展開ときたか。このデッキは死という概念にすらとらわれない。アタック、ナーガード、ツインドライブ、クリティカル。うん、いいじゃない。あんたみたいなのでも神様は見放してないんだね。うんっていいとか悪いとか頼りにするものじゃなくない？俺は運なんてましてや神様なんて信じちゃいない。もしいたとしても神様が一番好きなのはゆうゆちゃんみたいな子でしょ。
素直でいい子だから自分をちっちゃい檻に閉じ込めてるから。トーヤは逆、あいつは揺らぐ。おとなしく檻の中なんかにはいられない暴れん坊さ。まさかトーヤをブラックアウトに仕向けたのも。燃やすには火種が必要でしょう。旗も魂もさ。アタック、ガード、アタック、ガードとインターセット。ターンエンド。やっぱりあんたを何とかしない限りこの戦いは終わらないわね。ああ、よし、気合最重点。やっぱ楽しまないとつまんない。次はこっちの番。トマリ大捜査線、華麗なる逮捕劇の開幕開幕。Cardfight Vanguard Overdress featuring all these popular units. Take hold of a new power. B Special Series B Clan Collection. Now on sale. Bushy Road.By Schwartz. Meet Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, and Itsuki, the inseparable quintuplets, as they vie on the stage of By Schwartz for their love life. The quintessential quintuplets, quintessential set, and booster pack. Now on sale. Bushy Road. By Schwartz! I'll attack your character. And I'll counter your attack with me! Ruby! Now coming to By Schwartz. As an English edition original. Trial Deck Plus, booster pack, and supply set. On sale December 17th. Bushy Road!By Schwartz. Watch the battles in Data Bullet come to life on the stage of By Schwartz. Data Bullet, extra booster and surprise set. Now on sale. Bushy Road. Jojo, Jojo! Anta ga misakai naku koru shita okage de hoshi ga ippai ja. Ude ga naru wa. Kyokkou Senki Seras Hoaito ni Raido!スキル発動、リアガードを2枚収容、アガラールージュをコール、スキルでリアガードを収容、もう一回アガラールージュをコール、スキルでリアガードを収容、シュバルスタットのスキルで最後の1枚を収容。あんたのリアガードみんなぶち込んでやったわよ。強者な。まあどれだけ三下捕まえたところで意味ないけどね。ほら、悪の組織はボスを倒さなきゃ。ご忠告どうも。マジ度 100% セラスホワイトもベストコンディション。これでトリプルドライブもいける。さらにサプレスグリーマをコール、スキル発動、収容が3枚以上の時だけ山札からもう1枚サプレスグリーマをコール。これでマジ度 200% 悪くない。そんじゃいくにゃー、こいにゃ、セラスホワイトでアタック、ノーガード、トリプルドライブ。あんた檻さえなければ自由だとか思ってんでしょ。ああ、勝手に自由を謳歌するのはそれこそ勝手だけどさ、他人の自由を奪う、そんな自由だけは誰も認めちゃいないのよ。ドロートリガー、セロンツーマンね。アタック、ガード、アタックノーガード、想定よりずっと強いね。でもさ、いくら檻に入れられても次から次へ湧いて出てくるよ。何度でもぶち込んでやるっつーの、どこまでも付き合ってあげる。どっちかが死ぬまで終わらないか。本気でぶつかってあいつを理解しようとしてる。トマリはいつもそうだ。だけど今回はあいつは、あいつだけは。あらら、そろそろ聞こえてくる頃じゃないの。あ、死の旋律がさ、俺のターン、ペルソナライド、ゾルガのスキル、ドロップゾーンのヘンドリーナをコール、スキルで山札を上から3枚捨てる、
ああ出ないか。そんなことある？こんだけデッキ掘っても来ないとはね。悲嘆と絶望、そして拒絶。あんたが拒絶されちゃったね。思い通りになりませんこと。だから楽しいんだけどね。ついてないことへの言い訳？だから運とか月とか。しゃらくさい。それに悲嘆と絶望は出なかったけど、あの子も出てないのよね。ヘンドリーナを退却させ魔合成した時のソウルブラストをなくす。さあ世界が裏返る。ヨルベなき魂を使用。さらにドロップの霊体凝縮魔合成。ゾルガのドライブプラス1。ドロップから怨念鎖をコール。ドロップの方向の極竜2枚のスキル。オーダーを使った時ドロップからコール。さらに魔合成したならパワープラス1万、クリティカルプラス1。カウンターブラスト、収容された潮風さらい2枚をコール。これはなかなか。やっと聞こえたみたいね。死の旋律。ここからが本当の悪夢だ。ゾルガでアタック。ガードとインターセプト。こっからは命の削り合い。楽しそうじゃない。この瞬間、このひりつき、俺は今生きてる。トリプルドライブ、満たせよ満たせ杯を。今さら注ぐは地獄の塩酸の。死者も生者も飲み込んで、うつつよは阿鼻叫喚の魔境と化す。オーバートリガー。ヴァンガードにパワープラス1億、クリティカルプラス1。全滅すべてパワープラス1万、1枚ドロー、そしてダメージも回復。カインは嵐となってすべてを投げ倒す。監獄に入れられたお礼にこの言葉を送ろう。Welcome to Hell。 ほらほら息切れてるよ。もっと頑張ってくださいよ。アタック、ガード。そうそう、まだ余裕でしょ。まだまだ遊べるよね。アタック、完全ガード。やっぱトマリちゃんやるじゃん。しっかり生き残ったね。だけど随分と心細くなっちゃいましたね。ターンエンド。さーて。絶対的な敗北を前にして、ここからどうやって覆す？見せられるもんなら見せてちょうだいよ。何もかもぶち抜いて、俺の知らないその先ってやつをさ。絶対なんてない。ああ、逆転のチャンスはいつだってある。それがカードファイト。今のトマリちゃんに何が残ってんの？勝つ意志はまだ残ってる。今さら何しようって言うの？黙って見てなさい。私は瀬戸トマリ、銀河一かっこいい女だ。スタンド&ドロン、極光デッキセラスピアライトにライド。グレード4、切り札を持っていたのか。さあこっからはセラスピアライトのスキル、手札、ソウル、リアガードを
そんなに。シュバルスタットのスキル、ディアガードを1枚収容、1枚ドロー、ルールズイエローとトルシュグリーンをコール。トリガーまで出しちゃって必死じゃん。こっちは最初から本気だっつってんじゃんか。セラスピアライトのスキル、収容されたカード2枚につき前列のユニットのパワープラス5000、11枚収容しているからパワープラス25000、さらに10枚以上収容しているので前列のユニットのクリティカルプラス1。何それ面白い。相手を知れば憎しみだけに支配されることはない。もっと来てよ、とっておきがこんなもんですか。だからって許してもらえると思うなよ。真剣勝負のその先、俺に感じさせてちょうだいよ。決まるよ。これがセノサマリの魂じゃ。セラスピュアライトでアタック、ノーガード、トリプルドライブ、フォーストテック。そんなんじゃ当たんないよ。まだまだ、セカンドテック、止まって見えるよ。そんな拳、サードチェック、フロントトリガー、前列のユニットパワープラス1万。そんなんじゃまだ倒れないって。ルールスイエローでヴァンガードにアタック。私はあんたみたいな奴を許さない。何度でも何度でも私が止めてやる。私だけじゃない、いつだって誰かがあんたの前に立ちはだかる。そしてあんたを倒し、ニャカ、お疲れ様トマリ。ここは僕に任せて、君たちは先を急ぐといいよ。頼んだわよ。ザクサさん、お願いします。言いたいこと何だった。それはもういい。次はダンジか。ああ、あいつはいい。全てをかけて戦うあいつは強い。優しいお兄さんを始めた時は困ったが、無事今は昔通りの怪物さ。俺は、いや、もう行くよ。人は傘を差し出すのが優しさだと人は言うだろう。でもトウヤ、お前は
器セラスピューライトの紹介だ。ライドした時、相手の手札とリアガードとソウルのカード2枚ずつを大捕しちゃうぞ。しかも収容カード2枚につき前列のユニットのパワープラス5000、10万